ネオ高等ユーミンによる独学対戦書評でございます。はい、こんにちは。ネオ高等ユーミンです。独学大戦の書評をします。はい、ありがとうございます。私、タイに住んでるんですけど、出版社のダイヤモンド社さんからですね、本を送ってくださいました。本当にありがとうございます。で、まあ、送ってくれた理由なんですけど、本独学大戦55の技法の中で、技法級、逆説プランニングというのが、 私の発案だということで、読書をザルさんが書いていただいて、で、今回の動画はこの使い方を解説しようかなと思ってます。動画の内容ですけど、ま,あ、まず使い方を説明して、で、特徴を説明します。で、それはデカルトと同じだとか、ニーチェと同じだっていう話をします。<laughs> まあ、それはちょっと格好つけてるだけですけど、で、最後に本質っていうのを、えー、お話しして、まあ、独学大全で、 えー、書かれていないことですね。逆説プランニングの中で。まあ、それをまあ一応発案者って言っていただいたんで、まあ、発案者ってことにさせてもらって、はい、解説しようかなと思っております。で、まあ、えー、一応証拠を見せておきますと、これ140ページですね。写真左が日本初の哲学系 YouTuber として活躍中のネオコートユミン氏のツイートに発想を得たものであるって。まあ、これはね、実際この 逆説プランニングっていう命名も、えー、このように技法としてこんな風に活用できるよって話も、まあ、読書るさんが書いているので、私は何も、なんていうか、アドバイスも何もしてないので、本当に恐れ入りますっていう感じなんですけれども、まあ、一応、こういう、まあ、証拠というかね、えー、別にいやらしい意味ではなくて、もう、淡々という感じです。はい、すいませんね。はい。 で、えー、じゃあそのツイートってなんだっていうことで、えー、左側がツイッターのスクショで、右側がまあこれただコピペしただけで、まあこんな風なことを書いてあるということですね。これがヒントになったっていう話ですね。はい。読み終わった。はい。じゃあ次ね。じゃあ、えー、使い方をまず。 説明しますけど、ちょっと書いてないんですけど、読書ザルさんの中には、僕が一番有効な使い方だなって思うのは、今しまさにしていることをしないと計画することですね。そうすると、行った瞬間に失敗します。これは、読書ザルさん、言ってないと思う。<laughs> でも、これが一番僕的には、えー、面白いと思う。具体例で言うと、 お皿を洗っているときね、もう皿洗ってると、もう皿は洗わなきゃいけないもんじゃないですか。で、まさにその洗ってる最中に、お皿は1枚も洗わないって宣言するんですよ。そうすると、直ちに失敗できます。<laughs> まあ、だから本を読んでるときは、えー、本は1ページも読まないとか、1ページすら危ういときは、一文字も読まないとかって目標を立てると、直ちに失敗できます。 何の意味があるんだってことですけど、自尊心の回復ということでございます。自尊心の回復というのは、自分もそこそこやってるじゃないかと実感できるわけですね。今やってることをしないって目標を立てることで、自分が今それをしているっていうことが明らかになるんですよ。でそういう何て言うんですかね、ちょっと頑張って、 たもの頑張らないとできないものに対して目標を立てるんですよ。例えば、ご飯を食べるとか、トイレに行くみたいなのは、トイレに行かないとかって、まあ別にやってもいいんですけど、<laughs> それは <laughs> 別にやりたくなくても、やらざるを得ないものだ、なんていうのかな。てか、やりたいものだから、普通に <laughs>。だからまあそこまで実感できないけど、お皿洗うとかっていうのはいいかなと思うんですよね。そういう自分を愛せる実感というか。 お皿洗っっててるる自分っていうのを認識できるんですよ。あれなんかちゃんとやることやってる自分がっていうのを認識できてそれで自分そこそこ偉いじゃんって思えるっていうのがこの、まあ、独学対戦で使う紹介されてるね逆説プランニングのもう一番有効なもう絶対失敗できるっていうやり方ですね <laughs> だからこれが例えば 今日は本は1ページも読まないっていうふうに今日っていう範囲にしちゃうと本当に読まない可能性があってまあそれはそれでいいんだけどそれを繰り返していると逆説プランニングの効果が薄れてきちゃうんだよねだからもう直ちに直ちに結果が判明するようなやり方をするもう今この瞬間っていうふうに目標を立てるですねはい でまあ、自分を愛するってことが、まあ、自尊心。まあ、自尊心っていろんな意味があるんですけど、まあ、僕の言いたいことを適当にこれから語っていくと、えー、この世界っていうのは油断していると自尊心をガリガリ削られるんですよね。やっぱり。で、何よりも自尊心を削るのは他人とかじゃなくて自分なんですよ。自分が自分をどんどんいじめる。みんな自分いじめ趣味です。僕も含めて自分いじめっていうのは楽しくてしょうがないです。 でもやっぱそれじゃやっぱ良くなくてたまには自分を褒めていいっていうことですね。でそれ自分いじめが趣味で本当に自分には取り柄が何もないと一切褒められるところが私には何もないっていう人でも使える技法だと思うんですよ。と逆説プランニングは。なんでかっていうとまあさっきも軽く言ってましたけど 独学大全の全55の技法の中で最も簡単に試せて結果が一瞬で現れるからです。本当にもう行った瞬間ですね。行った瞬間に成功か失敗か分かりますよね。今お皿を洗わない。今お皿洗ってなかったらし、なんだ、成功してるし、お皿洗ってたら失敗してるしって結果がすぐ出る。で、えこれはね、 これからデカルトの話に入っていくんですけど、逆説プランニングの,その特徴というかね、これ疑問ってなっちゃってるけど、特徴ね。<laughs> デカルトは我を思う、我ありと、大体同じと。これ、いわゆるコギトっていうんですけど、これ大体同じなんです。<laughs> これ適当ですよ。<laughs> あんまりこれ、真に受けないでほしいんだけど、思った瞬間ね、自分の存在が明晰に判明にわかるっていうのがコギトの特徴なんですよ。 我思うっって言った瞬間に私が存在するっていうのがもうおのずから分かってしまうっていうのがコギトっていうものの特徴なんですよね。だから、故に我ありとかってよく言われるけど、我思う、故に我ありって。でもこれは推論じゃないんだっていうのはデカルト自身も言ってる。私は思うから なんていうか、それから私があると推測できるとかじゃなくて、私が思うっていうことを意識した瞬間、直ちに私が存在するってことは分かるみたいな。もうそれとして了解されるみたいな。分かりづらいんだけど。<laughs> だから、そういうなんかもう行った瞬間に、ダーンって分かるっていうことがコギドの特徴なんですけど、逆説プランニングもまあそうですね。計画の瞬間に、 成功してるか失敗してるかっていうのは明晰判明これ以上なく分かるわけですよ通常の計画っていうのは実際何ていうかある程度一定期間経たないと分かんなかったりあとは計画がちょっと抽象的だとできたかどうかも微妙ですよねだけどもうこの逆説プランニングっていうのはもう明晰判明以外の何者も存在しないっていうのが、えー、この逆説プランニングの特徴ですね はい。<laughs> だからデカルトと大体同じって、適当なこと言ってます。で、えー、ニーチェの解釈学と大体同じっていう、また、また適当な話しますけど、これどういうことかっていうと、まあ、権力への意志って、ちくま学芸文庫とかにあるんですけど、ここ、ニーチェのすごい有名な言葉で、えー、あるのはただ事実のみ、と主張する実証主義に反対して、私は言うであろう。いな、まさしく事実なるものはなく、あるのはただ解釈のみと。 でこんな言葉があるんですよね。これどういうことかっていうと、ちょっとニーチェの話になるんですけど、えー、客観的な事実、真理自体はなく、権力意志による無数の解釈があるだけっていうのが基本的にニーチェがさっきのところで言ってることですね。えー、客観的な事実とか真理っていうのはなくて、無数の解釈があるだけだ。で権力意志って何だって話ですけど、まあ、性を拡張し、増大させようとする意志って、まあ、僕らって普通に生きてたら、 どん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 こうなんていうか自分の存在をできるだけ拡張増大させようとしてしまうんですよ。例えばお金を稼ぐとか,えなんか栄養を取るとかもうそういうことからえマウントを取るっていうことまで含めてやっぱりどうしてもこうなんていうか自分自身の存在を維持するためにはやっぱどんなにや頑張ろうとしてもやっぱ拡張増大っていうのは抑えられないっていうことですね。でこれちなみにえこういう分かりやすい参考書として 金子先生の本を挙げてますで、えー、っと、ニーチェっていうのは、なんか権力士っていうのは他人に優越しようと働くんですね、マウント取るみたいな話ですけど、でも、えー、僕が適当に思ったのは、自分をも優越の対象でみなす、つまり、自分をいじめることによって、自分を他者化して、自分に優越しようと、も働くんですね、僕らって。 だから自分いじめが起こるんですよ。自分が何もダメだって。自分ダメダメっていうのはもう気持ちいいんですよ。何 <laughs> ていうかな、その人格攻撃は良くないっていうのが逆説プランニングの、えー、そもそもの発端なんですけど、人格攻撃するのがもう自分にとっての報酬になっちゃってるっていうのが僕らのもう実情なわけですよね。<laughs> だからその辺の話です。その辺の話です。はい で、えー、まあ、ニーチェのこういう遠近法っていう、また話があるんですけど、まあ、解釈があるだけっていうのは、権力意志も一つの解釈なんだということなんですよね。まあ、ニーチェってパースペクティブとかっていう用語とかもあったりするんですけど、まあ、それはそういう意味です。で、そういう解釈、遠近法、パースペクティブ、これは一つの解釈なんだ。無数の解釈があるんだっていうのを徹底していくと、権力意志だって一つの解釈になるよね、みたいな。まあ、相対主義。 ぽいよねそういう感覚。で、確たる視点っていうのは何一つもないと。とこれが真のニヒリズムだって。これニーチェ自身が言ってるんですよね。でも、確たる視点が何一つない、真のニヒリズムっていうのは裏返すと全てが許されていると。で真理そのものが現れてるんだっていうような言い方もニーチェはしてるんですよね。そこがニーチェの何というか、単に相対主義じゃない、単に権力意志じゃないっていうその絶妙なところ。 が現れていると思うんですけどここがニーチェの思想の面白いところなんですけどね。で、逆説プランニングの話に戻ると、えー、逆説プランニングは遠近法です。まあ、自分や世界っていうのを笑い飛ばす視点を自由に作るっていうのが逆説プランニングの、えー、特徴であり、本質的なところに入ってきました。つまり逆説プランニングってとか僕のツイートって反目標、反計画ですよね。 目標っていうのは、とか計画って生き方を定めることですよ。これ、独学大全、読んだ人だったら感じると思う。ああ、そうだなって感じてくれると思うんだけど、目標、計画っていうのは生き方そのものなんですよね。ある意味で。で、独学大全っていう本は、そういう計画の立て方とか、遂行方法っていうのを教えてくれますよね。特に学びっていうことに関してね、計画を出して、で、そのまま計画を え速やかに、こう、滞りなく、無事に実践できるようにっていう方法を後半で教えてる。でも、逆説プランニングの元になったツイート、こう言ってます。計画、全部無駄ですと <laughs>。むちゃくちゃ言ってるんですよ。ほんと、これは。生き方を否定してるんですよね。逆説プランニングは、生き方を定めて頑張るっていう常識的な世界観を笑い飛ばすような発想なんです。 だから読書猿さんも、ま、同じページ、140ページの中で悪質な冗談とも思われるかもしれないがって言ってるんですけど、もう本当に悪質な冗談なんですよ、マジで。これはだから言えてみようだなって感じなんですけど。<laughs> だけど、悪質な冗談だからこそ、そこに本質が現れてて、独学大全っていう本そのものも相対化して、ある意味笑い飛ばせる技法でもあると思うんですよ。例えば、独学大全 読んだとしても絶対にいや俺はこんな風にできないっていう人は出てしまうはずなんですよね100%の人がねうまくいく方法なんかないわけですから一つでも有効なものがあ,あればいいっていうくらいだと思うんですよねだけどやっぱ独学く大全読んでそれか読むのさえ挫折して自分はだめだなって思っちゃう人もいると思うんですよ でもそういう独学大全をも相対化して笑い飛ばす技法っていうのが逆説プランニングだと思うんですよね。だから、まあ、この本の中でも僕は本当,、まあ、本当手前味噌にな,りなるのは嫌なんだけど重要な技法だなって思うんですよね。まあ、もちろんねこれを技法の中に入れてくれたとか技法として、えー、まとめてか形にしてくれたっていうのは読書猿さんなんで、まあ、僕がなんか 偉いとかそういうことは全くないんだけど <laughs>。まあ逆説プランニングの、まあ本当にこの本の中ですごい特殊な位置を占めてる技法なんじゃないかなと。だから独学大全になんていうかな。すごいこう相対的な視点を与えてくれるというか。この本も別に気にすることはないぜっていうような。 つまり独学大全を読むのに読まないとかっていう目標を立てられたりするわけだよね。<laughs> なんで、そうかなり面白い技法だと思うし、うん、まあ、もうちょっと最後に調子乗っちゃうとまあ、哲学者とかね、こう偉い人がね、独、えー、学大全の逆説プランニングっていうのを見たら、まあ、行動分析学とか学習心理学畑とか。 哲学畑の偉い人が見たら、そういうところに気がついてほしいななんて勝手に思っちゃってますっていう最後に調子に乗っておしまいということですね。いや、読書猿さんありがとうございました。で、えー、これを聞いてる皆さんも、えー、ぜひとも興味があれば買ってみてください。ということで、今回は独学大戦の書評、プラス、まあ、逆説プランニングの、まあ、私からの補足というか感想ですね。まあ、全体の書評とかも そのうち後日出せればいいかなと思ってますが、取り急ぎ。逆説プランニングの解説でした。はい。最後までご視聴くださりありがとうございます。それではまたごきげんよう。さようなら。